初代 XJSHE ジャガー XJS 及びジャガー XJS はイギリスの高級車メーカージャガーより1975年から1996年まで販売されたスポーツカーグランツーリスモである 5300ccv12 エンジンコンバーチブルのインテリアスポーツカーであった E タイプの後継車種として当初 XK イというコードネームを与えられた しかし新たな市場を開拓しようと、高級グランツーリスモとしての開発が進められたため後に、XJ27 に改められた。デザインは E タイプを手掛け1970年に休止したマルコム・セイヤーズによるアイデアを元にしたものである。風洞実験を繰り返した結果、リアウィンドウの周りには特徴的なフィンが備えられることになり、これが XJS の大きな特徴の一つとなっている。当初 E タイプからキャリーをオーバーした 5344cc の V 型12気筒サイチェシーエンジンを搭載した。後に 3590cc の直列6気筒 DOHC エンジンが加えられ、それぞれ最終的には 5993cc と 3980cc に発展した。V 型十二気筒モデルが三速。 オートマチックトランスミッションおよび4速、マニュアルトランスミッションを搭載。直列6気筒モデルが4速、オートマチックトランスミッションおよび5速、マニュアルトランスミッションを搭載した。シャシーは、XJ サルーンのものを使い、ホイールベースを 2590mm に切り詰めて、作られた。従って、サスペンション形式はフロントにダブルウィッシュボーン、リアニュウィッシュボーンを採用するという、 XJ と全く同じものとなっている。しかし、サスペンションチューニングは異なっており、ホイールベースの短縮とも、相まって、サルーンよりも、運動性能は高かった。1991年のマイナーチェンジ時に名称を、XJS から、XJS に変更している。XJ、S リアビュー XJSC、XJRSXJS コンバーチブル、XJS4.0 ここでは、 特に有名なモデルのみ取り上げる。この他にも、ケイニ日ヒやリスターがチューニングを行っている。イベンタージャガー、E タイプの販売不振を打開するため BLMC の販売重役で、モータースポーツが好きだったマイクデールが1974年8月から、スポーツカークラブオブ、アメリカ主催のレースに E タイプで参加することにした。この際協力したのはトライアンフで参戦していた。 グループ44のボブ・トゥリウスと MG で参戦していたジョーホ・ファッカーである。1976年 E タイプ販売終了と XJS 発売に伴い車両を XJS に切り替え、この際、ジョーホ・ファッカーは撤退した。この年は苦戦したが1977年にはトランザームチャンピオンシップでボブ・トゥリウス自身がドライバーズタイトルを獲得。 1978年にはメイクスタイトルとドライバーズタイトルの両方を獲得している。グループ44は1979年から使用車両をトライアンフに戻したが1981年には再び XJS を選択しランキング2位を得た。この頃トランザムチャンピオンシップは交換スペースフレームを主構造材とする完全な レーシングマシンシルエットフォーミュラで争われており、レーシングマシンの扱いに習熟したグループ44は、さらに宣伝効果の高い順レースに参戦することに、して、ジャガー XJR-5 を開発。これが、後の1988年のルマン24時間レース優勝に、つながっていくことになった。ABCDEFGHI、ワールドカーガイド12ジャガー PP。 97から112、チャプター5近年のジャガー。ABCD、ワールドカーガイド12ジャガー PP、165から185、チャプター9プロダクションモデルのスペック。AB、外国車ガイドブック 1978P120。AB、外国車ガイド。AB、輸入車ガイドブック 1993PP80 から81。 1993輸入車ガイドブック B222 ABCDEF ワールドカーガイド12ジャガー PB 129から160チャプター7ジャガーとモータースポーツありがとうございます